はい、今私たちはですね、はい、彦根城の周辺にいます。います、はい、あの長浜のねプラモデル屋さん行こうかと思ったんだけど、あの通り道にね彦根城があって、うん、まあ、せっかくだから彦根城行きましょうということで、はい、この動画は彦根城に向かう動画です。せっかくだからうっかり彦根城もね散策していこうと。そうそういうことです。そういうことですよ。あ、まあ、もう見えてる見えてる。はい。もう見えちゃってる。もう見えちゃってるね彦根城。もう見えちゃってるけど。ね、彦根城。彦根城にね向かいます。行きましょう行きましょう。長年でいるね。いるね。わあすごいな。立派なお堀ね。ですね。目的地です。着きました。はい、はい、急遽ね彦根城に来てしまいました。はい、いややっぱ彦根城の誘惑にはかなわんわ。ね、うん、見たら行きたくなっちゃうもん。うん、ねえ、というわけで今から彦根城に行きます。行きましょう。来ましたよ、久しぶりの。はい、まだ CB 乗ってたよ。そうだね、まだ僕が CB 乗っとって、タンデムで来たんだっけ。そうだわ、あ、こっちや。本日のひこにゃん、3時、ワンちゃんひこにゃん会えるね。あ、ひこにゃんおるやん。ナイスひこにゃん。はい、あ、どうも、あ、失礼します。来ましたよ、彦根城。涼しいね。いや、バリ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 に今筋肉痛だからね。あ、結構登ってきたね。でも彦根は毎日登ってんだろ。猫だから。ああ、そっか。わ、見てください。あ、橋です。いやでもね、後ろはね、うん、まあそうだね、すぐ攻められちゃうから。すごいんだよ、ひなじじょう。右階段登ってきたらさ、はい、わ、あっちに電車あるぞって走ってくるやん。うん、最短ルートは裏なんだって。そうなの。マジか。いや、マジ昔の人天才だよなって思う。すごいな。お、もうちょっとしたら、売店があるぞ。やった、あった。ほら。いや。はい、売店です。じゃあ、これなんかちょっと飲み物でも買おうかな。はい、水分補給が終わったので、行きましょう。バリッパな入り口ですね。でかっ。おー、琵琶湖が見えますね、あれ。琵琶湖だよね、あれ。あっち。うん。おー、あれ琵琶湖だよ。あ、すごい。ねえ、大きいな琵琶湖って。ねえ。あ、来ました。今度は、はい、こちら。太鼓門櫓。はあ。うわあ、上からなんか矢でも飛んできそう。あ、ひこにゃんおる。ひこにゃんがいる。もうパネルでもいいよ。はい、ひこにゃんです。こんにちは。あ、このおみくじ大捨てやったな。もうちょっとやっていい？派手やな。ちょっと恥ずかしい。割と迫力ね。すごい迫力。すごい迫力だねこれ。ああ。そこの音量。ね、みんなのあれだね、注目の的になってますけど、ね、ちょっと恥ずかしいんですけど、これ萌え神社いますこれ。萌え神社。あ、来た来た来た。あ、できた来た。あ、可愛らしい。ご利益がありますように。グッド。あ、やす。はい、ありがとうございます。
はい、という感じの演出でございます、はい。はい、出てきたのはこちらですね、これ。ちょっと開けるよ。ほら、大吉。はい、大吉です。おめでとうございます。ありがとうございます。ご利益がありますように。ありました。ありがとうございます。あったね。あった。おめでとう。もう嬉しい。もうこれ大事に解く。こっから確かすごい景色綺麗なの。うわ、モナを売ってるし。ちょっと。プリン味もあるの？初めて見た。ね、私の小豆溶けちゃうから、早くして。はい。プリンはまた今度。すごい大雑把な出し方してくるよね、これ。うん、ボトンって。モナーを食べます。はい。モナーを食ってね、圧倒的回復ですよ。彦根城の天守閣から見る景色もいいけれど、こっから見る景色もなかなかいいものでございまして、月見台。琵琶湖が。すごいね。また風が気持ちいいっすね。琵琶湖でかすぎ。あっちが京都の方かな。あっちが京都で、こっちが福井かなだと思いますけどね。違ったらごめんね。まあちょっと天守閣まで登るね、時間と体力がないので、せめてこの外からの感じを。以前確かあれだね、ヒコニャンこっから出てきたよね。あ、こっから来た。こっからヒコニャン出てきて、俺握手してもらったもん。わー、立派ですね。いや、彦根城いいっすね。とても過ごしやすくて。そうね、次はバイクで。というわけで我々は今から長浜のオリオン模型店に行きますんで、はい、それではまた後ほど。ピザ屋だって。めちゃめちゃここね、楽しい。そう、レアキットすごく多いです。すごいよね。ここだけで多分ね、1時間ぐらい楽しめます。これ見てるだけで。お邪魔しました。ありがとうございます。はい、どうも皆さん、こんにちは。激エモですよ。奥さん、これ激エモ。激エモンですよ、これ。Thank you.